ロト・モリルの肖像が、ロト・マイリック・モリルは、アメリカ合衆国の政治家、メイン州知事とアメリカ合衆国財務長官を務めた。1813年、モリルは、メイン州ベオグラードにおいて、P3、モリルとナンシー・モリルの息子して誕生した。モリルは、地元の学校に通いながら、製材工場と雑貨店で学費を稼いだ。その後モリルは、ウォータービル大学で法律を学び、 1839年にメイン州から弁護士の認可を受けた。そしてモリルはメイン州オーガスタで弁護士業を開業し、主に政治的問題に関与した。1854年、モリルは民主党からメイン州上院議員に選出された。モリルは奴隷制度の拡張に反対の立場を取り、1855年に奴隷制度への考え方の違いから民主党を 離党した同年、モリルは共和党から再びメイン州上院議員に選出されると、メイン法として知られるメイン州での禁止法を撤廃することに強く反対し、モリルの存在を州内に広く知らしめた。モリルは1856年まで上院議員を務めた後、1857年にメイン州知事に選出された。そして1861年、 モリルは辞職したハンニバル・ハムリンに代わってアメリカ合衆国上院議員に選出されるとメイン州知事を辞任し1869年までその議席に就いた。そして1869年にハムリンが上院議員に復帰すると今度はウィリアムフェッセンレンの死亡によって空席となった上院の議席に就いた。モリルは第38回と 第39回の議会において上院臨時非関祭委員会の議長を務めた。また、第39回の議会では上院コロンビア特別区委員会の議長も務めた。第40回、第41回、第43回、第44回では上院歳出委員会の議長を、第41回、第42回の議会では上院図書館委員会の議長を務めた。 1876年、ユリシーズ・グラント大統領が、モリルに財務長官への就任を要請すると、モリルはそれを重諾した。モリルは、グラント大統領から、陸軍長官への就任も打診されていたが、それについては断った。モリルの財務長官就任当時、合衆国では、 南北戦争期に大量発行されたミドリセ紙幣の処理と金本位制への復帰が主要な経済問題となっていた。モリルは前任の財務長官ベンジャミン・ブリストーと同様に金本位制を主張し、無償関公裁や俯瞰紙幣は憲法との間に本質的矛盾を抱えていると指摘した。モリルのこの主張は定額紙幣が多く流通していた南部や西部において、 良い評判を得られなかったが、1876年の年次報告において、1879年には金に裏付けされた通貨が導入されるだろうとの予測を発表し、金の蓄積を開始した。1877年、モリルはグラント大統領の任期満了に伴って財務長官を退任するとメイン州に戻り、ポートランドの開港で関税の徴税人となった。 そして1883年、モリルはメイン州オーガスタで死去した。モリルの遺体は同市内のフォレストグローブ墓地に埋葬された。ありがとうございます。